立ち中市子ども未来夢プロジェクト、18時30分から開演になります。このイベントはですね、ひたちなか市の誕生20周年を記念する企画のイベントとなってます。もう20年というね、時間が経っているひたちなか市なんですが、これからの未来を担う子どもたちが、これから次の20年後のひたちなか市の未来の姿を、会場にあるダンボールを使って自由な発想で作り上げていこうじゃないかというイベントなんですよね。似てるんだ、この初心者マークに。できそうでもあるし、できそうでもない。どんな家に来るの？謎の家。ひたちなかにやってまいりました。さあ、子供たちがいっぱいです。お子さんのハートをつかむシリーズ。さっちゃんはね、みっちゃんって言うんだ本当はね。だけどちっちゃいから自分のことよっちゃんって呼ぶんだよ。おかしいな、えっちゃん。子供たちが20年後30年後この町の主役になるようにですね、ぜひ応援をしたいと思います。お子さんがカメラに入らへんケースもあると思うけど、お母さんのいいところと角度がまた一番前座っていただきましてね、君も絶対映ってないわ。とてもなんかカラフルなあのお菓子のモチーフでお家を作れたのがとてもあの楽しかったです。かっこよかった。いらっしゃるということで、はい、ちょっと呼びましょう。楽しかった。子どもたちと、夢のある街づくりということで、一緒に、作ってきて、楽しい時間が持てました。子どもたちと一緒に作って、こうやって楽しんでもらえてよかったです。楽しかった。楽しかった。すごい楽しかった。で、俺、楽しかった。今もこう楽しく、こういう、ね、フェスティバルみたいな形でやっていけたら、子どもたちもずっと楽しくしていけるんじゃないかなって思います。